それでは皆さん行きますよ。せーの、週朝。はい、ありがとうございます。さあさあ、今日も始まりました週刊朝霞書店、店長の浅川由美です。本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、もうね、年の瀬ですわね、12月も半ばになりまして、週刊朝霞書店もね、今月いっぱいなのでね、もう残すとこ2回なんですよ。はい、来週はですね、なんとクリスマススペシャルということで、この前後のね番組も合わせまして、ちょっと合同企画を予定してますので、一人でお届けするのは今日がちょっと最後なのかなと思うんですけれども、いやー、7月に始まりましたこの週刊朝霞書店ね。暑い暑いなんていうところからもう寒い時期になってしまってね、今までね数えてみたら12作品7になっちゃいましたね。はい、12作品取り扱ってきて、いろいろ読んできました。今日はまた新しい一冊にね入るんです。これがラストの一冊になります。私も今までその週刊朝霞書店のテーマっていうのがね、今までこう読めてなかった本だとか、奥に眠っててちょっとなかなか手が出しづらいなっていう本だったりとか、昔読んだけどちょっと内容忘れちゃったなっていう本を一緒に読んでいこうっていうのがコンセプトだったので、私も今までそんなに読書ってめちゃめちゃある程度はねやっぱしてても、そんなに詳しくはやったことがなくて、私もねこの番組をきっかけにすごく本を読む何ですか機会を与えてもらって、特に古典作品みたいなのをね扱ったので、そういうのってなかなかこうねきっかけないと私も読まなかったなと思って、皆さんと一緒に本当に勉強できてとっても良かったなと思ってます。うん、なんかやっぱいっぱい読むとそのこう共通するとこだったりとか、作者の人によってこんなに違うんだなとかっていうとこがね分かってきます。はい、今日はこれやっていきたいと思います。